ですですか。はい、こちら側にいるのが男の子。男の社員だ。交換条件として触らせた。ああ、そうですか。そうです、年は同じくらいなんですか。この大きい方が年下に。大きいのに。いや、本当にその時その時のおいでで。はい。で、少々はならない。そうなんだ。かわいいね。でも、はい。ぱっと見、男の子、女の子見分けるのは口元見ていかなくて分かるんですけど、ちょっと男が飛ぶっていうか、膝が飛ぶ。Yeah.